まあ、前半早い時間で点取れて、まあ、その後ちょっとボール回される時間とかあったんですけど、まあ、うまく耐えて後半は、まあ、後半通して、まあ、いい守備の仕方でやれたんじゃないかなと思います。まあ、やっぱり最初は前線からプレスかけて、でその後ボランチの2人が結構自由にしてたので、まあ、前半そのところでちょっと後手後手になってしまったので、そこ後半修正できたんじゃないかなと思います。まあ、次ホームでやれるんで絶対勝ち点3しか考えてないし、まあ、今日は得点できなかったので絶対次得点取って勝ち点3の得点をしたい、いきたいと思います。